はい、今回は MF ゴーストおよびイニシャル D のお話をしていこうかなと思います。主にね、イニシャル D の話にはなると思うんですけれども、皆さんが思い浮かべるイニシャル D のヒロイン誰でしょうかという話なんですが、まあ茂木夏樹だったりとか佐藤真子だったりとか、まあ、さゆきだったりとか岩瀬恭子、美香ちゃんとかね、まあ、数少ないこう女性キャラを思い浮かべると思いますが、実は本編のアニメだったりとか原作の方では未登場となっているんですけれども、唯一登場したのがアニメの方のサードステージ映画版の方ですね。こちらのエンディングで一瞬だけ登場する女性ドライバーがいます。この人物を今回紹介していこうと思います。当時見ていた時はあのキャラクターはただちょっと出てきた、なんかちょっとお色気の女性なのかなと思っていたんですけれども、実は結構重要な役となっていて、もちろん MF ゴーストにつながっているというか、登場はしないにしてもいずれにしろどっかでつながっている可能性、あのキャラクターとつながっているんじゃないかなと、いろんな説があるんで、そちらを今回掘り下げていこうかなと思います。ぜひ皆さんのイニシャル D のね、まあヒロイン枠でもいいんですけれども、このキャラクターについてとか、もしくはあまり語られていないエピソードについてあればコメントとお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。まず今回この隠れヒロインと今回呼ばせていただくんですけれども、イニシャル D のアニメサードステージの方で最後に登場したキャラクターが葛城美香というキャラクターとなっております。美香っていうのはもう一人キャラクターがいるんですけれども、藤原匠が後半でね、彼女となったまあプロゴルファーを目指していた美香ちゃんなんですけれども、まあ、その後 MF ゴーストではおそらくなんですけれども結婚している可能性は高いと思います。この美香ちゃんとは別人物なんですよね。じゃあこのキャラクターどこで登場してきたのか、サードステージの最後は一瞬だったんですけれども、実はエピソードがあって、それはドラマ CD の方で登場しております。ドラマ CD の方では声優さんをね、総見陽子さんがやられていたんですけれども、まあ、舞台上女優だったりとか日本の声優さんやられている方なんですけれども、まあ、誰かのお母さん役とか結構多いかなと思います。まあ、ちょっとね厳格な女性っていうキャラクターをやることが多いんですけれども、最近で言うと、まあ、2020年だとリコルスリコイル、リコリコのね楠木シリアだったりとか、あとは、ね、機動戦士ガンダム水星の魔女のネボラだったりとか、まあ、ちょっとしたこういう役で登場しているキャラクターかなと思います。まあ、現役でも全然キャラクターとしては活躍されていますよね。そんなこの葛城美香なんですけれども、じゃあどういったキャラクターなのか今回ちょっとピックアップしていこうと思うんですが、で池谷とかケンジが免許取り立ての頃に秋名山を走っていた走り屋なんですよね。これイニシャル D に登場してくる時の池谷とケンジっていうのはまあ21歳なので、まあ 2,3 年前のお話となっております。でこの葛城美香なんですけれども、デザイナー志望であり池谷やケンジの高校時代の先輩に当たるんですよね。どういう系で登場するのかというのが、まあ、いつきいますよね。いつきはガソリンスタンドでバイトをしていると、そこに品川ナンバーの赤いロードスターがやってきて、池谷くんに伝えてほしいの、スピードスターズに挑戦したいって、赤いロードスターの女、そういえばわかるはずだわとね、そう言って去るんですよね。ちょっと本編でいうところの中里とのね対戦のね、藤原匠と戦う経緯にねちょっと似たような感じだと思うんですけれども、こんな感じで捨て台詞を言って消えていった女性となっております。これが葛城美香ですね。で愛車なんですけれども、ユーノスロードスターですね。本編によってロードスターもねちらほら登場するんですけれども、ユーノスで言うとプロジェクト D の最初に登場したキャラクターいますよね。リトラクタブルの、まあ、目が特徴的だと思うんですけれども、それに乗っているキャラクターです。でこの葛城美香と一番ゆかりがある人物っていうのがケンジなんですよね。こちら MF ゴーストでも登場してくるんですけれども、180に乗っていますが、あまり本編では活躍が描かれていないんですよね。そして今回この葛城美香が登場する、まあ、ドラマ CD ロンリードライバー伝説の方でこの葛城美香との接点が語られていきます。実はこの葛城美香っていうのはこのケンジとか池谷がいる、まあこの二人が多分作ったと思うんですけれども、秋名スピードスターズと大きく関わりのある女性となっていて、このドラマ CD の方でもこの葛城美香と恋愛とバトルがメインとなっていて、事実上ケンジが主役の話ともなっています。で内容についてなんですけれども、本編開始から3年前となっているので、まさに免許取り立てだと思うんですけれども、池谷とケンジが車を買い走り屋になったばかりに秋名さんを走っていた時に出会いバトルをするんですよね。そこで敗北します。そっからこの葛城美香が2人の高校時代の一つ上の先輩であると分かり、ケンジと仲良くなるんですよね。この葛城美香は夢であるデザイナーになるため、ケンジが自分の気持ちを伝える前に上京してしまいます。ということは、あのサードステージのね最後に出てきたっていうのは、実はねあれから切り替わると思うんですけれども、あの時点ではそういうところが描かれたシーンとなっていて、ケンジとしてはまあ気持ちが残る場面となっております。でこの後時系列的な話にはなるんですけれども、本編でいうところのエンペラーとの戦いありましたよね。まあ、藤原匠とエンペラー須藤だったりとか岩木誠二と戦う頃なんですけれども、その時樹が匠は地元じゃ走らないと言っていたということから、岩木誠二の後ということになります。そしてその後ね地元に帰省してきたこの葛城美香なんですけれども、この葛城美香からスピードスターズへバトルが申し込まれます。これが最初言った流れですね。当然ケンジはその気であり、池谷がナビシートに座る形でバトルを引き受けます。この形もいいですよね。
なんですけれども、いざ走り出すと弱気になるケンジだったんですが、池谷の美香さんに勝って告白するんだろうという言葉に闘志に火がついて必死に食らいついていきます。最後は池谷に強引にそそのかされる形で溝落としの仕掛けを奇跡的に成功するんですよね。実は溝落としにケンジが成功している、この事実を知らない人も多いと思うんですけれども、実はここでやっております。でバトルに勝利するんですけれども、このね桂木美香のデザイナーとしての夢を考えたこともあり、結局告白はできずとなっております。まさにね池谷とケンジっていうのはこういう一歩踏み出すところ、なんかこうがっつりねいけないところっていうのが結構2人のね共通点となっております。でこれだけだとアキナスピードスターズの関連性というところは薄いかなと思うんですけれども、実はこのチームステッカーありますよね、まあ、S13 の方だとフロントのね右側か左側に貼ってあるものなんですけれども、その時にこのデザインをしたのが桂木美香なんですよね。まあ群馬にいた頃にデザインしたものになっていて、ケンジと最後のバトル後に残っていた1枚を彼らから受け取っているんですよね。以上が桂木美香がドラマ CD ので登場してきて、まあケンジとの関わり、アキナスピードスターズとのゆかりってところが語られているんですよね。ではこれらを踏まえて MF ゴーストなんですけれども、まずこのケンジですね、もちろんこの3人組池谷と五木とケンジがっつり登場してくるんですけれども、まあ、池谷はねまこちゃん引きずったままもうハゲてしまって、五木はねもう激太りしてかなりこう尻に敷かれながら妻もいて子供もいるという感じになっております。でケンジなんですけれども、ワイシャツにネクタイ姿でガソリンスタンドに訪れております。2人に比べてじゃあ何が変わったのかってところなんですが、もうかなり老けてるんですよね、まあ、年齢としては池谷と同じなんですけれども、おそらく最低でも15年と考えると36、まあ40代手前ぐらいだと思うんですけれども、前髪が短くなっています。ただねパッと見やっぱりもう剣時間はあるので、そこの容姿の変化は大きくないかなと思います。そして作中ではね、実は五木と同じく既婚者であるとされているんですよね。なのでおそらくなんですけれども、もしかするとこの桂木美香と結婚しているという可能性、まあ少なからずあるんじゃないかなと思います。まこちゃんと池谷については何度もねこうチャンスはあったのに逃してしまった結果、まこちゃんとしてもドライバーとしてのね道を進んでいったと思うんですよね。でその中でもしかしたらケンジっていうのは実家がクリーニング屋だから、そこで働きながらフリーターみたいにやってたんですけれども、もしかするとこの15年以上の歳月の中でもう一度桂木美香と接点を持つことになったという可能性はね、もしかしたらあるかもしれません。もしね MF ゴーストで登場してくるんであれば、何かしらのデザイナーとしてねこの MFG に関わってきている可能性もあるんじゃないかなと思います。はい、今回こちらイニシャル D における隠れヒロインのね桂木美香について紹介してきました。本当ねこれドラマ CD を見ていないとわからない話なんですけれども、まあ一応 MF ゴーストでもねケンジは登場してくるので、もしかしたらゆかりがあるんじゃないかということでピックアップしていきました。ぜひ皆さんのケンジについてでも桂木美香についてでもいいので、感想だったりとかコメントをお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。